今子供無事子供園に登園させて、ケルベ、1ヶ月ぶりかな多分ね。何か変わってることはあるのかなと、いろいろこう見たわけで、まず5歳児年中組のクラスでは、まあ、マスクを一応することにはなっているっていう風にね、まあ曖昧なんだけどね、そんなさせんなよと。まあ俺がパッと見た中で2人はしてなくて、あとの子供たちはまあみんなマスクしてるっていうことでね。で基本先週か RS ウイルスが1人出たってね。その RS ウイルスとじゃあコロナの違いは一体何なんだってね、ということがね、まあ凡人には理解できねえんだろうなとね。まあこれ以上ね、変なこと喋るとまたまあもう次バンクだったらね、2週間の謹慎明けでね、非常にやる気が失せてしまうんでね、さすがにね、なんかまあこのサブチャンネルが俺のメインチャンネルっぽくなってるんで、まあメインチャンネルにはあんまりこういうなんだ車で、語りながら撮った動画とか基本載せてねえんでね、あまりにも膨大になるから、非常にね悩ましいよな。さあお彼岸も近くなって、まあ、彼岸花がこう出てきたんで、今日の帰りにこの彼岸花でもね取りにこう来ようかなと。あ、ちょっと寄り道するかね。掃除してるからやめるか。先週ね、この杉を見て今思い出したんだけど、この杉ね、赤城神社に行ったら一本大木が切り倒されてたんでね、バックホーが入った跡があって、まあ樹齢うん百年という木がね、スパッと根元から切られて。まあ、その柱をもしかしたら鳥に使うのかななんて思ったりしねえでもねえんだけどね。まあどうなんでしょう。まあぜひね、新しいアメリカ杉ではない杉をね、日本の古来の杉を植林して、立派に育てて、大人がね手を広げて、10人ぐらいね、10人だと10メーターちょっと、まあそのぐらいの、ね、幹になってもらいたいなと思うんだけど、まあそれはね、まあ俺が死んで、何代経った後になるんかわかんないけどね。環境とね、風土をね、そのまま引き継ぐのも子であり孫であるので、そういった面でまあ自然を破壊するのはまあ一番の冒涜だ。先人がつけてきたね、由緒正しき、ね、名前だったり言葉だったりね、今でいう時間湯をね伝統湯に変えたというね、某蝶々がいるけど ね日本一、俺は日本一だと思うんだけど、日本一有名な温泉のまあ1か2だよね、別府かそっちか、ね、まあ先人に対する冒涜じゃないかなと思ってるので、
じゃあ今日は出生届を、自宅で生まれたのを高崎市ってなってるんで、それを修正しにすぐ9時には役場に向かわなきゃなんで行ってきましょう。以上。